あの日の悲しみさえ、あの日の苦しみさえ。どうも皆さんこんにちは。余熱原始から歌唱力、そしてカリスマ性、才能、あとは何ですかね、肺ですかね、肺を抜いた男プリンです。まあ、今回使っていくのはこのピッピなんですけど、このようなちょっとうまいな、今ちょっとかっこいいな、あんまりうまいとか言うと恥ずかしいからドヤ顔でなんか説明してればよかったな。まあ当たり前ですよみたいな顔でさ、眠る当てるのかっこいいよね。当てると、あぶで今もう下スマが、まあお互いピンクということで、まあどちらがピンクか選手権みたいなとこありますよね。これ今の横スマはちょっと強欲ですね。一回歌ってきます。歌うことによってそのプリンの喉の調子良くなるんで、下火の火力が上がります。これはその嘘ですけど、あの嘘なんですよ。なんでじゃあ言ったんですかって話なんですよね。あの尺稼ぎです。尺稼ぎですってあんま言う実況者ないんだろうな。え、プリンって何が強いと思ってますか。空中攻撃だけやと思ってるでしょ。そんなゴムボールだと思ってるでしょ。違うんですよね。プリンがあの一番強いのは今みたいにメトをされた時に気持ちいいってこと。あとはあの歌唱力ですね。一番上手いですか、やっぱスマブラで。二番目に上手いのが、これが見せたかった、これが見せたかった、今のこのなんか麻薬売買人も真っ青の運び力を見せたかった。今の2番目にうまいのがリドリーで、3番目がパックフラワー、最下位はあのあれですね、デデデです。デデデ一番歌下手なんですね。カラオケ大会開いた場合デデデはあれですね、あの25点とか そんなレベルですね。カラオケとかちょっとあんま僕も歌うまくないんで、プリン君が羨ましいですね。おやすみなさいをしていく、おやすみなさいされない、ごめん、対戦が終わっていくー。おーなんだおーって、終わったと思ったけど今油断してリモコンボンって投げようとしたら、だからそういうさ、なんか甘えた過信した眠るするからさ負けるんじゃない。なんか負け試合このように赤子のように眠っていくんですよ、眠りの心です。空っぽでよそれでいつか深い、説明してなかったんですけど、プリンの世界戦闘力が80万とかなんですよね。もう底辺の底辺みたいな、なんか2桁って結構なんだろう、いやなんかやばいと思うんですよね。なんかいつもはその500万から VIP ギリギリか、ギリ VIP からどっちかみたいなとこやって、おお寝るんだそれ、いやみたいなとこやってるんですけど、身長が低いんじゃお前の、優しい、あやっぱ80万だから、そのなんかお互い仲良くやっていこうぜみたいな、そういう雰囲気なんかな。あの初期の頃にちょろっと触って、まああとは触れてないんで見るも無駄な戦闘力、まあ、何が言いたいかっていうと、まあ、今回のプリン界に関してはどう考えても全勝以外ありえない。はい、眠る当てていく。80万、申し訳ないけど、そのいつも例えばですよ、プロサッカー選手が小学生とそのサッカーした場合絶対に勝つじゃないですか。そういう子なんですよね。もし負けた場合はそのもうあれですよね、もう謝罪ですよね。本当に謝らなくてはいけない。まあこれはもう歌ってれば勝てますからね。空っぽでよおおそれでいつか深い青で満たしたのならどう、サビまでいけなかった、守るポケモンのために俺は負けられない。いやちょっとなんか自分で言っといて。ロイね、ロイ好きなんだけどさ、なんかなんだろう、なんか使え、なんかちょうど動画に使おうかなと思った時にあんまり使う気にならないんだよね。回避を読んでいく。ちょっと読みに関しては私定評ありますからね。スナブラの実況者の中でも読みに関しては定評があると、まあ、私コメントで一回も言われたことないんですけどね、別に自分だけ思ってます。あ、こうやってファイアーエンブレムキャラ同士仲良くするんでしょうね。こう避けられますから。ほらね、もう見聞色の吐き持ちです、プリンは。プリンあれですからね、懸賞金170億ぐらいありますんで、ゴールドロジャーの3倍ぐらいありますんで、ね、最強です。なんかやっぱ申し訳ないけど全然ガードしてこないな、相手甘いんだよな。ここポケモンがポケモンを出すこの瞬間、そしてエンティとか最強ポケモン、そしてカウンター、絶対やると思った。ねじれの位置を読んでいく。全勝とか言ってたんですけど、さっきなんかガロンドルフと当たったんですけど、マジで鬼のように長くて、ちょっと待って間に合ってくれないから、こういうことをしたかった俺は。もう見せたいもの全部見れたから、もうプラザバックしていいっすよ、ほんとに。さっき全勝レースみたいなの言ってたけど、めちゃくちゃなんかラグい、鬼のようにラグいガロンだったんですよ。でもラグってだから別にどっちが悪いとかじゃなくて、多分両方回線の関係とかもあるから両方悪いんですよ。それで鬼のようにラグくて負けたんで、もう全勝はなくなりました。なんで、まあ、最後このルキナに勝って、
まあ、実質動画内では全勝ということで終わりにしていきたいかなと。さっきのに強欲に眠るわって、なんで眠らん。ファルコンなら眠ってるからね。それファルコン不遇だからさ、おやすみなさい、いい夜をお過ごしくださいということで。後ろの山綺麗だな。なんか気がついたらなんかちょっと欲望よ、なんか バグだな、狙いすぎてるな。下火をでも、ね、下火なんて狙ってなんぼだと思ってるからな俺は。なんかおしゃれなコンボとかしたいけど、そんなにおしゃれなコンボできるほどプリンのあれができてないから、そこは勘弁していただきたい。なんか叩くから適当に繋ぐみたいなのあるけど、わかる？うまくない今のね。えちょっともう見なくていい。もうね、これ以上もしこの試合負けたら恥ずかしくなっちゃうから、今のうち、今まだ俺がうまい、プリンがうまいという状況で終わらせてほしい。ちょ、絶対に下火で当てよう。絶対下火は、うん、そのさ、当たんなくね。なんかよくさ、ガーキャみたいになるけどさ、今みたいになるよね。おかしいんだよな、絶対。なんでアバター、やっぱ美人が勝つんか。